はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内圭三です。本日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。本日は京都の日蓮宗本山本法寺さんに来させていただいております。堀川今出川をもう少し上がった寺の内通り、東側にある日蓮宗の本山本法寺さん、私は今日初めて来させていただいたんですけども、先日ほっこりカフェ、ファミリーの方とお話してたら、堀さん、天狗の門のロケ地の一つ本法寺さんは行かれたことありますかって、聞かれまして、正直なところ、本法寺さんというお寺も、存じず、天狗の門のロケ地であることも知らなかったんですけども、天狗の門の映画の中で、薩摩鹿児島城鶴丸城の中のシーンを、こちらで撮られているということを教えていただきました。鶴丸城の外に出てきたところの部分は、彦根城で、撮影しているということで、彦根城の方には行かせていただいて、ロケ地巡りとして紹介させていただいたことがあるんですけど、そのお城の中、おそらく3回、島津斉彬公が出てくるところと、そして、春馬さんがお城に上がって久光公から蒸気船を買い求めてまいれと、大久保一掃に言われるところと、そして、英国と薩摩が戦争になった時に、船からの砲弾が届いて、島津久光公がこうちょっとおろっとくるという、あの辺りのシーンは、おそらくこの本法寺さんの中で座敷で、撮られたようですので、今日はもう初めて、お参りさせていただきます本法寺さんを紹介させていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。それでは本法寺さんを紹介させていただきます。本当に大きな境内、立派なお寺、日蓮宗の本山ということですが、すごい金木犀のいい香り、どこにあるんかな、金木犀は。金木犀のすごいいい香り、あれかな、すごい金木犀のいい香りがしております。日々に感謝、本堂に、合掌。また後でね、本堂の方も参らせていただきます。光悦王手植えの松ということですので、この松が本阿弥光悦様の、植えられた松なんでしょうか。この本法寺さん、本阿弥家とすごいご縁があるということですので、そのあたりもこれからまた勉強させていただきたいなと思っております。おそらく拝観させていただく内部に、映画で使われました、撮影された座敷があると思いますので、拝観させていただきたいなと思っております。こちらから拝観できるということですので、させていただきたいなと思います。本法寺さんのこの書院で、天狗の門の中、鹿児島城鶴丸城の中の座敷のところはこちらで撮影されたようです。今お寺の方にお話を伺わせていただきましたら、この書院の中は撮影しても大丈夫ですということですので、撮影させていただいております。また春馬さんがこの本法寺さんに来られた時の
サイン色紙も先ほど見せていただきまして、写真も撮らせていただきましたので、この動画の最後に紹介させていただきます。天狗の門の中でこちらで春馬さんが撮影されたのは、まあ、ワンシーン、城に呼ばれて、この座敷の上に、一段上がったところにおられた島津久光公から任せたか仕事がある一蔵ということで、こちらに座っておられた、大久保一蔵、後の大久保利通が、急ぎ上海に渡り蒸気船を買い求めて参れで、サイスケはっていう、まあ、そこのお芝居だけだったと思います。でそこから城から出るところは彦根城で、撮られたと思います。でまた天狗の門のこの本邦寺さんの座敷で撮られたのはおそらくあと2つあったと思いまして、映画の前半のところでは、島津斉彬公、榎木孝明さんの、まあ、ワンシーンだけやったと思うんですけど、まあ、最後高森と大久保一蔵に、まあ、このいつまでたってもこれでは蒸気船なんの手に入らへんな、いっそのことをものに任せてみるかと、斉彬公が言われて、最後高森さんがものとはって、私がその名を付けたものよ、才のあるものよということで、大久保一蔵が、才助ですかということで、シーンもここで撮られたと、思います。そして、もう一つ、英国と薩摩が、まあ、戦争をした時に、英国から、まあ、いよいよ戦争になるというところで、目に物を見せると大門口の砲台の準備じゃと、まあ、その時はまだ、久光公がこう意気込んでおられたんですけども、大砲を海から撃たれた大砲が、この近くまで届いて城がゴーって揺れる時に、なんじゃって言ってこのうろたえられたところも、あそこの上のところでうろたえられたんではないかなと、思います。ですので、まあ、天狗の門の中でもやっぱりすごく重要なシーンをこの本邦寺さんで、撮られてるということを、最近まで、知りませんでした。で先ほど聞いたら最近その天狗の門を見たという方がよく来られるんですっておっしゃってたので、ここに来てこの本邦寺さんでもその重要なシーンを撮られたということを知って、訪ねて来られる方が多いみたいです。受付のところに、春馬さんのサイン色紙も飾ってありましたので、見せてくださいとお願いされたら見せていただけると、思います。この日蓮宗総本山の本邦寺さんでもすごく本当に大切なシーンが撮られてますので、ぜひこの参拝していただきまして、この書院を見ていただきたいなと、思います。私も初めて来させていただいたんですけど、素晴らしいお寺です。それではこれから、こちらにあります美しいお庭も紹介させていただいたり、しますので、よろしくお願いいたします。この一段上がったところで島津斉彬公、島津久光公を座っておられてシーンを撮られたと、思います。素晴らしいお部屋ですね。こちら側からも見させていただきます。そしてこの書院のこちら側には巴の庭というお庭、すごく美しいお庭、本阿弥光悦様が作られたとされる、美しいお庭がこの書院の前には広がっております。もうちょっと中入らせていただきます。来てよかった君と出会えたから